アンビデックス一同。結果は各自。フォークのことは関係ない。投票はわしの独断で行ったんじゃ。じっちゃん。わしが誓ったのは次のことだけじゃ。わしらは目標値に達しても決して Q の扉は開かない。いや、そうではない。脱出はもちろんさせてもらう。見ろ、あれを。四つ葉が Q の扉の前に立っておるじゃろ。そんな Q の扉が、あのバカ女だが、結果発表によると確か天明寺とクォークも。おい待てよこの野郎。よ、三つ葉さん、まさか脱出するつもりなんですか。そうじゃなかったら開かないでしょ。急に。どうして。外に出て仲間を呼んでくるの。ゼロボスを捕まえるためにね。天明寺とクォークも行くのか。ああ、すまんな。ごめんね、みんな。どうじゃシグマ、納得したか。わしは約束を破ってはおらん。 Q の扉を開いたのはわしらではなく四つ葉じゃからな。まあ、どうとでも言うがいい。わしはどうしても外に出なければならんのじゃ。一刻も早くここを出て奴に制裁を下さねばならん。奴というのは。無論ゼロボスのことじゃよ。ゼロボスがどこにいるのか知ってるって言うんですか。ああ、ここまで来たのじゃからもう行っても構わんじゃろ。わしはゼロボスのことをよく知っておるんじゃ。なんだと。の扉閉鎖まで残り9秒です。さあ行くよ天明寺さん。クォーク。うん。ま、ちょっと待って、シグマさん、これ読んでもらえる。手紙、 AB ゲームの前に所長室で書いたんだ。これを読んでもらえればじっちゃんと僕のこと分かってもらえると思う。だから、はい。それじゃあね、シグマさん。ではな。じゃあね。Q の扉を閉鎖しました。これにてノナリーゲームは終了となります。お疲れ様でした。なお、ゲームの終了に伴い、施設内にある Q の扉以外のすべての扉は開放されます。どうぞごゆっくりとお過ごしください。残りの余生をこの施設の中で。
行っちまったな。あとは、あの三人が助けを呼んでくれることを、祈るばかりだな。ええ。そうですね。Oh.